帰ってきたね。久しぶり、本当に。もう、マジで、2ヶ月ぐらい合間でやってなかった気がする。それでも、結構長い期間空いてたように感じるわ。ああ、そうそうそう、この曲、この曲、この BGM に。もう、なんか、最近ね、いろんなことやってて、全然アヨナに手つけれてなかった。どうしようかな。最初からガチガチのレベルするのもなんだし、ちょっと簡単めのレベルやりたい。大丈夫かな、アイワナの操作感思い出せるかな。そう、この感覚、これよ。いやー、実家のような安心感だね。この二段ジャンプができる、泳げる、帰ってきた感じがするわ。別に長期間合間がやれなかったとかじゃなくて、あんまり、まあ、やれなかったわけじゃなくて、やってなかっただけなんだけど、実際は別のことやってたから、ゲームしたり動画見たり。気づいたら長期間相葉から離れてる。あ、何これ撮っていいの。長期間相葉やってないことに気づいたので、ちょっと短めの動画撮ろうと思ってね。だいぶ下手になってそうだな、今。おーおーおおお。どっちこれ。今、弾消えたらこっちだよ。あ。わあ。ん？ええ。これ多分取っちゃダメでしょ。されてないのかな。されてなさそうだね。シリーズものなんです。うわーっと、いきなり初っ端からちょっと難しいんだけど、そんなことない。これだけか。これだけなら、これ、こうやってできるじゃん。お、向き変わった？こうすればね、連続で出るんで。これ、蜂蜜って設定でいいのかな？いつも言うけど。ちょっと、増えたね。変わったりしないと、警戒しないと。うわ、なになになに、無理無理。ここ入っちゃダメだったんじゃないかな。だよね、ここにいた方がいいよね。初見殺しだわ。醍醐味だね。とはいえ体力制なんで、こっちは。無理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 。早めに行こう。でも向き変わるかもしれないんだよ。おおお、よくよけた。オッケーオッケーオッケー。
むずい。ギリギリ。あ、残り押そうと思ったけど、助かったな。慎重に行くか。ここ怖い。ここ怖い。ちょっと。あ、いた。ああ、降りれなかった。あと一発。あと一発。スクリーンによってこの回るっていう攻撃だけでこんな白熱するんだね。で、何、中ボス扱いなのかな。ミニボス、バーディー、スピンオブファレンジ、コアオブアクイファーキーブ、ちょっと英語わかんないけど調べる。水槽らしい。こんな単語見たことないわ。まあまあ、ニュアンスは伝わった。水の溜まってる洞窟的な。うわぁ、弾幕が早い。何何何、うわ、また下に針が出た。あ、そういうこと。定期的に針を下に出してくる感じね。携帯変わりそうだな、途中まで。そういうの攻撃すると。ああ。こういう風に弾と合わせてジャンプした方が良さそうだね。おお、なに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 。あ、これアクイファーって言ってた。見えない見えない、上のバーが。あ、でもちょっと見えるかな、針が上の位置ですね。この水1マスで避けるギミック面白いな。調整とかあるのかな。あ、いや、しなくても良さそうだね、全然。サムビジュアルスタッフ対決。おお、統一感があるね。これが出してるからここも並々になってるのか。そういうこと。なんか針が強くなってる。ビジュアル重視だね、確かに。こういうの作れるのが羨ましいわ。これ多分ガチの張りゲーだと思うから多分僕はできます。何？なんか来たんだけど後ろに。急に難易度がもうね、上級者向けなんだよ。無理無理無理。薄い水は二段ジャンプ復活して、真っ青な水は二段ジャンプ復活しないんだけど、こういうことだよね。でこの後見てないけど、こうここジャンプして、こここう入って、ここで二段ジャンプ使う感じね。違う、ここ入って、ここでジャンプ使って、ここでこう、こうか。難易度がすごい、ほんと。これ追いかけてきてるのはそんな気にしなくていいのかな。いや、でもあれか、水でなんかチャプチャプして、バランス整えるっていうのができなくなってるのか、これがいるおかげで。対策されてるなあ。あー、使っちゃった。怖いよね、こういう落ち、二段ジャンプ維持しながら落ちる系のやつ。特に水挟まると速度変化するから。背景これなんだ。こんな背景あったっけ。こんな背景あったっけ。あ、てかハリーもなんかこれ
あんまピンとこないけど、こんな針あったっけこのゲーム。なんかアプリで追加されたりしたのか、それとも僕があんまステージ作ってないから忘れてるだけなのか。背景でもなんかこういう主張の少ない背景だったら普通に見過ごしてる可能性あるよね、元から。このブロックはあったんだけどね、元から。それは覚えてる。多分あったよね、こんな感じの。いや、このゲームすごくて、自由に色変えれるからさ、色変えられるとこのデザインあったかどうかちょっと不安になるんだよね。ちょっと保留かな。クリアできないかもしんない、動画内じゃ。これあれか、2023年入ってから初めてのアイオネになるのかな。そう考えると相当やってないな。今僕が1月の28日なんですけど、2023年1月28日、ちょっと前からはちょくちょくこの発言はしてたんだけど、もうポケモンレジェンドアルセウスから1年ってのは信じられない。今年本当にね、今年というか去年本当にゲームの供給が多くてね、カービィもかなり久しぶりに最新作出たし、ポケモンも完全新作出たし、その実質ポケモンが追加されてるもはや本編みたいなレジェンダルセースがもう十分楽しんだ後、存分に楽しんだ後であの告知があって本当にびっくりしたわ。だからもう1年で2本ポケモン楽しんだんだよね、気持ちとして。あとはダマグ月曜日とかもあのリメイク移植されてすげえ嬉しかったし、めちゃくちゃ遊んだし、あとね、今現在進行形でやってるのがマリオプラスラビッツギャラクシーバトル、マリオの最新作です。でも僕がマリオギャラクシーの予習が全然できてないから一旦今保留にしてるんだけど、マリオギャラクシーを持ってないというか持ってないので。でもね、マリオギャラクシーは僕一通り昔見たんですよね。だから今それを見返して、多分マリオギャラクシー要素、ストーリー関わってくると思うから知っとかないとと思って、予習してるところです、最近。あとは何してるかな？あと暇つぶしに投入システムでゲームエンジンやったり、ほんといろいろしましたね。いろいろゲームとかいろいろしたんだけど、感じの僕自体は特に新作のゲームは年始に出したアイワナ1本だけで、それ以外本当に何もしてないんだよね。1年間何してたのっていう、10ヶ月間。あれ出したのが確か2月でしょ。2月の最後。ゲームメーカーとかもね、たまにいじってはすぐやめたりね。本当、1年間何してたんだって。今年はね、今年こそ何か行動できるようにしたいです。あとあれだね、去年の大きい進捗としては、基本情報技術者資格を取らせていただきました。だからといって、僕がなんか新しく始めるとかのきっかけにならなかったんだけど、去年のまとめもしたところで、話すこともなくなってきたんで、この辺りで終了したいと思います。ありがとうございました。